西武からソフトバンクに FA 移籍した山川穂高内野手、32の人的保障としてソフトバンクの和田毅投手、42を西武側が指名したとされる騒動をめぐり、両軍の場外戦がヒートアップしている。18日に発売された週刊文春が、和田毅騒動、王貞治が激白、あれは西武が流したと報道。これを見た西武はびっくりしましたと戸惑いをあらわにし、キャンプインを目前に両軍の遺恨はさらに深まっている。18日発売の週刊文春はソフトバンク王貞治取締役球団会長83が和田のことは向こうがね、そういうニュースを流したんで、いわゆる西武の方の記者の人がそういうニュースを流したんじゃないですか。うちの方は直接西武からの和田を指名するとの話はその時は聞いてなかったですからと直撃に答えたことを報じた。この記事にもっと驚いたのは犯人にされてしまった西武の方だ。西武の球団関係者はこちらも正直驚きを隠せない、ただただびっくりしましたと戸惑いをあらわ、現時点ではソフトバンク側に発言の紹介や問い合わせなどはするつもりはありませんと大人の対応で静観する姿勢だが、これが事実と異なっていれば大問題だ。弁護様もおったまげ、和田も王も万説汚しまくりやろ。大人の対応って擁護しすぎやな。犯人は西武で決まってるのは報道陣も承知の上やろ。もうこれ初カードの西武便器戦は戦争っすね。ここまで見苦しくごねるんやったら最初から和田プロテクトしとけよって話よな。買いのっていうのが、買いのっていうのが、買いのっていうのが、この件に関して西武批判が一切ないのが気色悪いよな。やっぱり巨人ヤクルトと一緒で報道したら外されるから忖度しないといけないのか。自民党並みの派閥政治やってんのか。西武も結局事実だから反論できないの大人の対応って、それじゃあ自民党がまともな政治やってるみたいだな。誰がリークしたかなんて気にしてる人いないからどうでもいいよ。指名の朝なんて大体記事になるし、そもそも普通は断れない、断らないんだから隠す必要ないしな。騒いで損するのどう考えてもソフトバンク側やし、外部で憶測とんでも、両球団としては発表が全てで終わりやったはずやからな。ソフトバンク側内部の人間が決着してから進んでぶつくさ言い始めたらそら困惑する。結局犯人は西武、西武はそれを認めるしかない、反論の余地がない。勝手に遺恨にされて迷惑だな。断固拒否で和田にしときゃよかったのに、西武が悪いのは明白。弁護士アップ早くて、くそ。これは飼いのが山川に至急からの両軍入り乱れての乱闘が期待できるな。この件ソフトバンク側が山川獲得した時からことごとく二択を間違え続けてるよな。普通に考えたら西武側やと思うんやけど、福岡の地元テレビ局が当初は和田だったけど変わったって報道がえらい早かったんよな。面白いからもうコメントは全部王に聞きに行け。適当な記事出しても反論来ないからやりたい放題なのか。フロントがものすごく無能だから王の名前使って西武の責任にしようとしてるのか。王が自球団擁護のために相手に押し付けなきゃいけないのは、和田氏名はソフトバンクまで伝わってないという説なんだよ。世間へのリークの犯人なんか誰でもええねん。まあそれでも和田外したことはバレるけど、それは隠すつもりないみたいやし。本来西武が和田取るでって思った時点で確定なんだから、流しても問題なかったやろ。山川を取っていただいてありがとう。和田が拒否してるの教えてくれてありがとう。買いのくれてありがとう。和田氏名漏らしてごめんなさい。普通の球団ならこうなるが、西武は脳がおかしくなってるらしい。わい、ソフトバンクファン、和田が人的保障ごねどくおじさんと呼ばれてて悲しい。次から次に焚き木がくべられるから全く沈下しないな、この騒動。もう43歳になろうとする選手をね、そういう風にしてくるなんて誰も思いませんよね。西武もリスクがあるじゃないですか。何年できるかわからないし、これは言い訳せんの。これは王が正しいでしょ。プロテクトリストは選手に秘密にしないといけないもの。それをマスコミにリークするなら獲得選手を変更しちゃダメだろうに。西武は責任を取って絶対に和田を獲得するべきだったのよ。本来西武が和田取るでって思った時点で確定なんだから、流しても問題なかったやろ。でもそこから変えてるから大問題だろ。指名してリークしたなら SB 側から何と言われようが変更したらあかんかったわ。和田も球団に出てけって言われたらごねてないと思うけどな。わざわざ買いの出してるくらいやし、球団側の意思が少なからず入ってたのは間違いないだろ。突撃取材でも野球記者じゃない、文春でも何でも喋ってくれる王さんのとこに行くのは反則やろ。これが球界の名手の姿とはね。西武がソフトバンク相手に争っても勝ち目ないからな。試合間でも受かってるのは先発ぐらいで、山川も取られて戦力的にかなわないし、組織ぐるみで争っても球界の重鎮王貞治と、そのバックには日本経済界の重鎮の孫正義がおるからな。誰もかなわんやろ。西武がまだ土下座してないのはまるでヤクルトが殺人野球して土下座してないのと同じ。
なんか世論は記事で印象操作されてるからソフトバンクが100悪いように映ってるけど、報じてるのは信憑性に欠ける週刊誌だからな。王はさすがに仁義は通すだろうし、案外真相は西武側が黒の可能性もあるぞ。そもそも西武も王にデタラメ言われて名誉を毀損されたと思うなら異議申し立てすればいいだけなのに、それを大人の対応とか言って消化させるのはどうなんやって感じだろ。事実として西武側だろ。ソフトバンク側が流す意味がなさすぎる。なんか今日弁護士多くてくさー。聞けば何でも喋ってくれるんだから、各社は王にどんどん取材しろよ。山川の FA 書類提出みたいに期日の時間ギリギリに和田指名しなかっただけでも西武はまともなのよ。ルールを守るっていうのならそれだってありなわけで。西武が流しても別に何も問題はないからな。リスト外だった和田に決めたのに、まさかちょっと待って言われるとは思わんやん。それ里崎も動画で言ってたが、でも一部報道ではその記事が出てファンが騒いだからではなく、記事が出る前から両球団で交渉してたみたいだぞ。それだと決定前に情報が漏れたってことにならんか。それだと問題だし、王が言ってた情報を流したのは西武っていうのが辻褄が合うよね。日刊だけが事実ならその理論は通るけど、王がそういう発言をしたってことはある程度週刊誌の調査も合ってるってことでは。和田周辺が流した説はないんか。おもらしが諸悪の根源。4軍まで選手いて補強しなきゃ戦えないとか、どんな編成と育成してんねん。毎年のように主力から出ていかれるとか、どんな腐った組織やねん。それで出ていった選手を犯罪者のごとく叩くファンとか、どういう神経やねん。弁護士みたいにな切れ方するとは思わんからしゃあない。便器イライラでくさー。弁護士は球場では元気ないが、ネットでは12球団1元気だからな。西武ファンイライラでくさー。西武とか普通に和田欲しいやろうし、漏らす意味ある。ほら、マスコミに燃料を与えた結果になったやん。 SB フロントはもはやどうかしている。浅村おもらしの時点ではまさかここまで大事になるとは想像できなかった。西武サイドからすれば和田ちらつかせて別の条件引き出しただけで満足だし、プロテクト破らせた負い目もいくらかはあるだろうから、情報を漏らすメリットが薄い。和田プロテクト外、買いの流出に憤った内部犯としか思えんけどな。黙ってりゃいいのに。事態が好転する目なんてないで。里崎が人的問題でソフトバンク批判してたな。一言で内容をまとめると、和田を外してたソフトバンクが悪いって言ってた。まさにその通りだと思う。それと里崎は買いのはプロテクト内ではないかとまで言ってた。だがこの件にはなぜか触れずスルーしたよな。これがもし本当なら、西武もルール違反を犯してるし、やっぱりどっちが悪いとか争うのはおかしいよね。そもそも山川が FA したのが悪い。43歳にもなる選手を指名したのが悪い。それを漏らしたのが悪い。過失割合で言えば西武9ソフトバンク1くらい。いや違うやろ。山川を FA で追い出した西武やろ。本来はコンプラ原始の西武球団からしたら、不祥事を犯した時点で追放確定だったんだから、山川は自由契約で放出すべきだよ。それなのにわざわざ FA 取らせて人的プラス金銭を要求してるのに、このありさまはね。山川すげえわ。ここまでソフバンを戒めるとは想像以上だ。王参戦から完全に流れ変わったよな。西武の悪行がバレてきた。里崎は西武擁護でソフバン批判の動画出してたが、王と里崎の意見でお偉いさんがどっちの意見に耳を傾けるかって言ったら一目瞭然よな。球界に限らず、日本は忖度感情しかないんだから、この際真実なんて関係ないんだわ。王を敵に回したら一気に西武も立場が危うくなるわな。ソフバンフロントもびっくりやろ。渡辺、海野のこと以外は話せない。和田、話したくない、考えたくない。海野 SB に感謝、西武で頑張る。ミカさんノーコメント。王、西武がリークした。王は基本取材を断らないからな。王はさすがに嘘は言わんやろうし、案外西武側が悪かったっていう展開もあったかもな。でも残念なことにそれを取り上げたのが文春だからな。信憑性高い主要スポーツ紙が報じてれば、王の発言は信じられていて立場が逆転してたと思うんやがね。惜しかったな。実際正式発表になる前に日刊だけ記事出したんだから、漏れたのは事実やろ。便器側から漏れたならさすがにアホすぎるから西武側からだとは思うけど、便器側が予想以上にアホだったからわからんな。これ言いたいことがすり替えてるだけにしか見えないんだが、仮に情報が流れてなかったら和田を移籍させてたってこと。犯人は別にこの際どうでもいいんじゃないの。西武がリークして観測機器を上げてくれて譲歩して和田辞めましたってストーリーになるからね。押しので行くと西武はなんて優しいんだなっちゃうよな。草生えるけど。和田に通達したのも謎。和田が了承すれば OK だったのか。それなら引退でもいいだろう。西武悪いってことにしないとストーリーが破綻するから、無限に嘘を嘘で上塗りしてる状態やん。和式便座ブロック。便器フロントのやりたかったことも理解できるけどな。先のない43歳のおっさんより将来性ある若手守りたいやろ。先発ローテ2番手の和田外すとかありえんし、他に誰を守りたかったんよ。
西武側も SB に頼まれたとはいえリークしときながら指名相手を変えたのは落ち度がある。変更を申し出た SB 側が全ての元凶やけど、だからこそ西武も余計なこと言わずに黙ってたのに。 SB 側が西武を悪に仕立てようとするなら鍋球が反撃するやろ。鍋球とか何の権力ないやろ。王と孫にどうやって勝つねん。闇に葬られて終わりやわ。記事読むと王も確証があって西武がリークして言うてるわけじゃないんだよな。仮に西武の可能性が高いにしても普通は言わない。でも確信ないことを王もわざわざメディアの前で喋らないよな。西武はもう全部ゲロったらええんちゃうか。山川ソフトバンク入団をいち早く乗せたのは日刊。その時点で西武に山川から連絡はなかった。それを踏まえて考えればソフトバンク内部に日刊への情報提供者がいると推測される。なら今回の人的保障和田も同じことが言えるかもしれない。王が黙ってさえいれば疑惑はあれど、西武は初めから海野を指名する気だった。海野はプロテクト外、他の選手は分からん。日刊の和田報道は日刊の間違い、日刊には口止め用の見返りを与える、で終わらせることができたのにな。西武がだんまりなのが怪しい。やっぱり西武が悪いんやろ。ここまで暴露が進むんだったら最初のプロテクトリストが見てみたいわ。誰を守るために和田が外されたのか素直に興味ある。西武がだんまりなのは西武に都合が悪いからやろな。西武は買いので手打ちにして話題には出さないようにしてるのに、元凶のソフベンが沈下させないように球団会長までシャシャって燃料を注いでいく謎。俺はソフバン側でも西武側でもないが、どっちかに意見を寄せるとすると、もちろんソフバンに和田を外したという大きな落ち度があるのを前提に、結構西武側も怪しい気はするんよな。週刊誌の文春とはいえ、さすがに王の名前を使ってまで嘘記事は書かんし、王も嘘を言うメリットがないことから、文春に王が話した発言は信憑性はあるのではないかと思う。だとすると西武側にも大きな落ち度があるように思える。そもそも山川事変から西武はやり手やと俺は思ってたけどね。山川をタダで失わないと FA で出ていかせた西武側は見事な策略を図ったなと思った。それだけ策士なんだから、今回もうまいことやってそうではある。 SB への打診と日刊へのリークを同時にしたら意味ないから、多分 SB への打診はもっと前にしてるんだよな。その時点で SB 側から特に申し出ないの確認してからリークするやろ普通は。なんで変更させた便器が西武攻めてるんですかね。どんなにソフトバンクが非難されようが、西武がパリーグで最も日本一から遠ざかってるという惨めな事実は変わらんぞ。西武側も王の件で申し立てはせずに大人の対応で静観とか聞こえはいいが、裏を返せば弁解の余地もないってことに捉えられてもおかしくないよな。だって相手が王とはいえ、嘘なら名誉を毀損されるわけだから訴える権利はあるよな。変に西武側が妥協したせいでホークスが悪いみたいになってるやん。素直に罠取っとけや。全ての元凶のソフトバンクフロントが矢面に立ってないのがあかんわ。それを擁護して西武に責任転嫁しようとするファンもおかしい。決定事項を自分の利益のために変更したのは SB も西武も一緒。ルールの話するなら両方悪い。八百長提案されて断らずに引き受けたら同罪や。